と先の家老を三井八後右衛門は言った小鹿七兵衛は「は」と口を持ったまま黙って先の家老を見返した忘れるわけはない鵜飼左兵衛太は上夷討ちの命を受けて七兵衛が討ち取った相手だ場所は東海道金谷の宿外れ15年も前のことだが その時の斬り合いの光景は今もはっきりと七兵衛の頭の中に焼き付いている四人の打ってを迎えて一歩も引かず斬り合いに応じた佐兵衛太原に弾ける白い火風になびくす隙そして持ち帰った佐兵衛太の首に塩をすり込んでいるところを見た宿の女房の驚き 帰国した七兵衛以下四人の打ってを迎えた城中の称賛の声引き続いての一夫それは過去にただ一度七兵衛を訪れた栄光の思い出だった忘れるわけはなかったうむそうか忘れるはずはないのところでそなた左平太に弟がいたのを知っておったか 半十郎のことでござりますか。矢後右衛門はそうだとうなずいた半十郎は左平太とは遠い以上も年の離れた弟だったが城下を出奔した左平太の死鵜飼家の廃絶という事件の中で江戸にいる戸田という家に引き取られていった戸田家は城府の家柄でそこに半十郎の叔母が嫁いでいた。 確かその時十二の子供だったはずであるその半十郎がいかがいたしました殿のおぼし召しで鵜飼の家を再興することが決まりこのほど半十郎が後を継いだと江戸家老の方から知らせが入ったということだはあすると鵜飼の家が再興されるわけかと七兵衛は思った 半十郎や鵜飼の親族の者にとってはさぞめでたい出来事だろうが俺には関わりのない話だとも思ったそれにしてもさきの野家老はなぜこんな話を聞かせるために呼びつけたのだろうか「江戸家老からと申しても話は無論こちらの矢野や奥沢が打ち合わせて江戸の殿まで申し上げたことに間違いない」 七兵衛はぼんやりと八越衛門の顔を見た呼ばれたわけが少し分かりかけてきたようだった矢野孫七郎と奥沢権兵衛は八越衛門の政敵である二人はほぼ1年ほど前に他年の政敵を蹴落として失政の地位に上っている政権を握った二人の権力者はまず失政から 主だった役職の長まで人を入れ替え自分たちの派閥を固めたがそれが済んだ今は三井八後右衛門を筆頭とする旧勢力が残した姿勢を片っ端から解廃することに手をつけていたいつの世にも行われてきた権力の交代に伴うごく当たり前の様変わりがここ1年ほど休みなく続いているのである すると迂回の家の再興を許し半十郎に後を継がせるという今度の決めも新しい権力者による旧姓の手直しということで八後右門はそれに対する不満を聞かせたくて呼んだのかそういえば左平太の出奔は当時の清掃と関わりがあると噂があったなと七兵衛は思った詳細は知らない 七兵衛はただ攘夷討ちのうってを言いつけられ釉薬して佐兵衛太の後を追っただけであるあの時は十六、若かった半十郎はこの春帰国される殿に従ってこちらに来るやっかいなことになった七兵衛は伏せていた顔を上げた 矢右衛門は新しい失政に対する不満を聞かせるために呼んだのではないらしかった重苦しくため息をついている厄介なことと申されますと江戸の松村彦三郎が内密に知らせてきたのだが半十郎は帰国した後、そなたに果たし合いを申し込むつもりでいるらしい。 七兵衛はぼうぜんと先の家老を眺めた「バカな」と思ったそれはどういうことでござりましょうかつまりだ半十郎は兄の左平太を打たれたことをずっと無念に思っていたらしい帰国したらそなたと立ち会って積年の恨みを晴らすのだと公言したそうだ 彦三郎が自分の耳で聞いたことだと言うから間違いあるまいしかしそれがしは私の恨みで左平太を討ち取ったわけではありませんぞ恨むのは筋違いと存ずるいかにも筋違いだしかし半十郎が人前でそう公言したと言うからには裏に 矢野や奥沢の暗黙の了解があることが考えられるバカなことをと笑い捨てるわけにもいかんのだ左平太が城下を出奔したわけを知っておるかいえあの頃今はわし同様に冷や飯を食っている組頭の落合一兵衛が夜遅く下城するところを襲われるという事件があった。 の友をしていた歌詞が切られて死んだが一兵衛は手傷を負っただけで無事だったその時闇討ちをかけてきたのが佐平太で後ろに矢野の手が動いていることが浮かんできたのだ矢野と一兵衛は仲足かったからので捕まえて矢野とのつながりを究明しようとした直前に佐平太が逃げ寄った 事情はそういうことでの矢野孫七郎は鵜飼の家に対してその檻の埋め合わせをしようと考えておるかもしれぬしかしそれがしには関わりがないことでござるまた狙われるのがそれがし一人と申すのも迷惑しおくもっともだがそこがそれ。 やごえもんは小指を曲げてあごをかいた「うっては四人と申しても名目上のうってはそなたで他の三人は補佐としてつけられた確かそうであったな記録を読み直したがその時の切り合いでは最後にそなたが左兵太をしとめ作法に従ってとどめを刺しておる」。 半十郎はどうもそこまで承知しておるのではないかと思われるいかがいたしたらよろしゅうございますか七兵衛は途方に暮れたように尋ねたが八護右衛門はすぐには答えなかったゆっくりお茶をすすり手のひらで口をぬぐってから七兵衛に目を戻した穏やかだが 力弱い視線だった何しろ用心いたせしかるべき名目をつけ家老がそれを黙認するという形で半十郎がそなたに果たし合いを申し込むことはありえないことではない油断せぬことじゃご家老のお力添えで何とかしていただけませぬか 無論家中の死闘は禁じられておる。もしそのようなことがあればわしからも一言言わざるをえんがしかし矢野や奥沢はわしの申すことなどを耳に入れまい三井八後右衛門は聡明な失政として藩内外の信頼を集めた人だが一旦政権の座から退いて隠棲してしまうとそれだけのことにも。 口を挟むことをはばかるようになるものらしかった目の前にいるこの年寄りは頼りにならないと七兵衛は思った八越右衛門自身も自分の無力を隠そうとしていなかった伝えるべきことを伝えたというようにあとは口をつぐみ背を丸めてお茶をすすっているもう七兵衛を見ようとはしなかった 居心地悪い沈黙があった後で七兵衛は低い声でいとまを告げると立ち上がった八後右衛門は七兵衛の挨拶にも無言でうなずいただけだったが七兵衛が襖を開けて廊下に出た時不意に後ろから言った「一つ言うのを忘れておった彦三郎の手紙によると鵜飼半十郎は鍛冶派と申す」 一刀流の名手だそうじゃ火鉢がある八越門の部屋に長くいたためか外に出ると焼きが冷たかった季節は3月に入っていて日中の日差しは紛れもなく春の到来を告げているのに夜になるとどこからか残る冬が顔を出した晴れた日ほどその差が激しく現れる季節だった 歩きながら七兵衛は身ぶるいした。しかし急ぎ足になっているのは冷たい焼きのせいばかりではなかった先の過老の屋敷を出た時から七兵衛は心の中にしきりに気持ちをせかせるものがすみ着いたのを感じている何とかしなければならんそう思っていた。 藩主の帰国はその年によって23日の違いはあるが通例は4月の初めである鵜飼半十郎が帰国するまであと一月のゆとりしかなかったそれまでにさっき聞いたあの馬鹿げた話を何とかしなければならないのだ七兵衛に「果たし合い申し込み」を受ける気持ちは全くない。 もう十年若かったら七兵衛は先の家老がした話をバカげたことだと思いながらも相手がその気ならと受ける気持ちに傾いたかもしれないが四十一の小鹿七兵衛にはただ思いがけない話を聞いた老狽があるばかりである体には締まりなく肉がつきことに前に突き出た丸い腹は 胃を浴びるときなど七兵衛本人が目を背けるほど醜い去年の秋庭石をいじったときのことを七兵衛は思い出している六十石の七兵衛の家には庭と呼べるほどのものもないが祖父が庭好きだったとかで座敷の縁の外に多少の植え込みと石が数個置いてある。 ところが一夜の嵐のあとでその粗末な庭に大穴が開き一番大きな石が穴の中に落ち込んでしまった妻の高江がみっともないと騒ぐので七兵衛は数日後腕まくりしてその石を引き上げにかかったのである人を雇うほどの金もないがそれぐらいは自分でできると思っていた ところがその石が重かったのだ七兵衛は地平堂を吐くかと思うほど力を絞り尽くしてようやく引き上げはしたもののその後息が切れ立ちくらみして石のそばにへたり込んでしまった「もう若くはない」とその時しみじみと悟ったのである かつて渦中で五子に数えられた無名流の剣もただの昔話に過ぎない七兵衛が道場から遠ざかってからもう十年近く経つ冶派の名手か七兵衛はたるんだ方に引きつった笑いを浮かべた今半十郎と立ち会ったらまずひとたまりもあるまいと思ったのである お食は家に戻ると高江が聞いた「七兵衛はいらない」と言った実際食べたくなかったすると高江は食べてきたのかと聞き返しもせずさっさと膳を片づけ始めたそして台所に入った七兵衛は寝部屋に行って着替えた「高江が着替えを手伝わないのは」 いつものことである遠い昔に仲がこじれてしまった夫婦だった七兵衛は茶の間に戻って妻が台所の始末を終えるのを待った酒があったかのう戻ってきた高江にそう言うと高江は「ございます」と言ったお飲みになるのですか もう遅うございますよ文句を申さず持ってまいれ高江は冷ややかな目で七兵衛を見返したが台所に戻ると徳利と湯飲みを持ってきた盆に乗っているのはそれだけで漬物を一つ添えてあるわけではない他に御用は七兵衛は黙って徳利を傾けると酒を継いだ 三井様のお話は何事でござりました春に殿が帰国されるその時にいやよそ後で話す七兵衛が言うと高江はではお先に休ませていただきますと言った高江が部屋を出ていくと 七兵衛は台所に入って漬物を探した赤かぶと粉酢の漬物があった一つかみずつどんぶりに入れて茶の間に引き返した株の漬物を噛み黙々と冷酒をあおっているうちに七兵衛は淡い冷合のようなものが胸を染めてくるのを感じたいわれのない球紋の前に ただ一人引き出されたような心細さがあるそのいわれのないゆえんをべんずる口も自分ではね返す力も持たないのがいかにも情けなかっただが酔いが回ってくると情けない気分は手記に温められて発酵したように次第に怒りに変わってきた七兵衛は胸を起こし誰もいない部屋の中を眠めわした 呼ばわりされる覚えはないわ怒りはまず当面の敵として立ち現れてきた鵜飼半十郎に向けられるあの時は確か十二だったから今は二十七かうむ若造が小釈なことを考えるものだその気なら来い無名流の剣がどういうものか拝ませてやろう 「それにしても」と七兵衛の腹立ちはさっき会ってきた三井八後右衛門に移るかつては半生を一手に仕切った筆頭がろうともあろう人が随分と育児がなくなったものではないか火が向こうにあることは歴然としているのにこれしきのことを食い止められないとは情けない関わりがないとは言わせん。 討ちを命じたのは三井が牛耳る時の執政たちである鵜飼の恨みが俺に集まっているのを交敏に己らのしたことの後始末には目をつぶろうつもりなら許せぬ高えめこの大事な時に何の役にも立たぬ女じゃ。七兵衛は 亭主の祈難をよそにさっさと寝間に引き上げてしまった妻に対しても胸の中で憤憫の声を上げる高江はごく寝つきのいい女である今頃はもう白河与船だろう七兵衛は荒々しい手つきで酒をあおったしかし待てあの女に文句を言っても仕方ないかうん 今さら文句を言っても始まらんな赤株をつかんでかじりながら七兵衛は独り言を言った妻との長い不和の歳月を見つめていた二人が別れないでいるのはただ世間体をはばかってのことにすぎないあれは庭石を担ぎ上げたあとその場にへたり込んだ俺を見て 手を貸そうともせずあざ笑った女だそういう仲になった元を言えば古い話だった鵜飼左平太を討ち取って帰国すると七兵衛は他の3人と一緒に仮葬を受けたその頃は高江も決して悪い妻ではなく実家に帰ると亭主自慢をしてくるような ごく普通ののだったのであるまめまめしくそのころはまだ丈夫でいた姑と夫に仕え高江の時折漏らす不満といえば子どもができないことぐらいだったのだ夫婦仲が険しくなったのは間に酒が入ったためである画像を受けたころから七兵衛は頻繁に酒に親しむようになった。 ももとと酒は嫌いではなかったが家中の者に茶屋に招かれて左平太を討ち取った時の武勇団を聞かせることが重なるうちに話も講釈師のようにうまくなったが茶屋酒のうまさも身についてしまったのである酒ばかりでなくなじみの女ができた武勇団の方は当たり話してしまうと やがて茶屋に誘う者はいなくなったがそのあとも七兵衛は一人でせっせと茶屋通いを続けた家から金を持ち出して遊ぶわけだから間もなく女のことも露見したこの時の高江の臨機がすさまじかった七兵衛の茶屋遊びは二年ほどでやんだが高江はそのあとも決して七兵衛を許そうとしなかったのである もとはといえばわしのほうがいかん酒にあおられた怒りは徐々にしぼんで七兵衛は湯呑みを盆に返すとぜ然と肩を丸めたあの時は浮かれすぎたからなと思った七兵衛の酒に対して家中の者の見る目も妻の目も 初めはめ比較的寛大だったのである何しろ小鹿七兵衛は百数十里の道を旅して脱藩人を討ち取ってきた名誉ある剣士だったのだだが称賛の声は大きければ大きいほど消え去るのも早い祭りが終わったのにまだ踊っているやつがおる渦中の七兵衛を眺める目がそう変わるまで さほど長くはかからなかった人々は七兵衛を一時の巧妙によって酒と女に溺れた男と見た七兵衛をいささか軽んじるその見方は今に続いているが七兵衛がそのことに気づいたのはかなり後だった勝気な高江はそういうことにも気づいている せっかく得た小仕掛けの名誉を不意にした夫を恨んでいるのであるそれなのに半十郎は俺に昔の古いツケを払わせようというわけか新しく継いだ酒を口に運びながら七兵衛は泣き笑いの表情になったそれはまあそういう事情になったら わしからも袖あ辺りに申してやってもいいが番頭の氏家喜兵は失政に加わっている組頭の名前を挙げてそう言った七兵衛は額を畳にすりつけて礼を言ったそして付け加えた申し上げましたごとくそれがしにいささかの戸もない話でござりますが。 このように番頭にお願いに参ったことは何分よそにはご内密に願いまする分かった番頭は素っ気なくうなずいたそして不機嫌を隠さない口調で言った言うことは一切承知したがしかし小鹿も元は藩中に聞こえた剣士鵜飼半十郎の言い分に無理があると思うなら その勝負受けてやるという気にはならんのか番頭の屋敷を去ると七兵衛は急ぎ足に門を離れ返しを出して額と首筋の汗を拭った屈辱にじっとりと汗ばんでいた急ぎ足にさな内町の武家屋敷を抜け御剣川の河岸に出ると七兵衛はそこで立ち止まったさて これからどこへ行こうかと思ったのである先の家老三井八後右衛門から半十郎のことを聞いてから二十日近くたっていたその間七兵衛は親戚上司の間を走り回った鵜飼半十郎の思い込みはどう考えても無体なものだった強引な言いがかりとしか思えなかった七兵衛は 訪ねて行った相手に声を大にしてそう訴え、藩の上の方に取りなしてくれるように頼み回ったのである。だが、大方の反応は冷ややかなものだった。親戚と言っても、七兵衛の親戚は役持ちはほとんどいなかった。ただ一人、遠い親戚に吉井という物頭がいたが、吉井は、 肝心の七兵衛の頼みにはそっけなくうなずいただけで日頃の疎遠をなじり夫婦の不仲の噂を取り上げて叱り果てはその原因になった七兵衛の茶屋遊びまで誇りを払って持ち出してきて罵るという始末で七兵衛は方法の程で逃げ帰ったのである上司もまたさほど頼りにはならなかった 七兵衛はお旗組に勤めている鵜飼左兵衛太のうっ手に選ばれた頃は馬回り組に勤めていたのだが数年後に今の官職に移された上司のお旗奉行も官職で反省の中では何の力も持たないだがお旗奉行の増川康右衛門は七兵衛の訴えに痛く同情を示し 知り合いの役持ちに数通の添え状を書いてくれた書院目付の白石忠次郎金銃頭取の伊沢翔平小売武行の中里貞雄軍隊の津芸陣の城それに今日会ってきた番頭の宇治家喜平などである城中では話しにくいことなので下城後あるいは 相手の非番の日に合わせて益川から休みをもらい菓子折りを下げて回ったがそれがどれほど役に立ったかは七兵衛にはわからない背に腹は代えられないと思って頼み回ったが話を聞いた役持ちたちが果たしてそれで納得して上の方に取りなしてくれる気になったかどうかはわからないことだった 氏家は率直な人柄だからああ言ったが終始無言だった白石忠次郎微笑を絶やさなかった中里貞夫などがどう思ったかはわからないあるいは武士にあるまじき頼みと思いながら話を聞いていたかもしれないのだ突然に七兵衛はここ二十日近い日を足を棒にして走り回ったことがことごとく だななあがきだったた。よういいにとらわれて菓子折りを下げ卑屈なほどに頭を低くしてただ我が身の恥をさらして歩いたのではなかったか暑いほどの日ざしが頭上から降り注いでいる日は川水の上にも砕けていてその光の中に川舟が2層止まっているのが見えた 船には男が二人ずつ乗り組んでいて一人が竿を使って船が流れるのを止め一人が長江の鎌を使って水中の藻を切っていた藻を取っているのではなく男たちは冬の間に汚れた川を掃除しているのだった対岸の柳が白く芽吹いてその下に数人の男女が固まり 船の男たちの仕事を見物している。見物人は、鎌を船に引き上げた男の合図で、二層の船が前後して下流に動き出すと、それで満足したように塊を解いて左右に散った。七兵衛も一時の方針から覚めて歩き出した。まだ行き先は決まっていなかったが、家へ戻っても仕方ないようだ。 三日前から高江が里に帰っていて戻っても家は無人だった女め七兵衛は鵜飼半十郎が帰国することを打ち明けた時の妻の態度を思い出して低いうなり声を漏らした打ち明けたのは気が弱っていたからであるその夜七兵衛は 書院目付の白石忠次郎に会った頭が切れ次席画廊の奥沢権兵衛と親しく将来は藩の要職を占めるだろうと噂されている人物である白石は七兵衛の言うことをうなずいて聞いていたがその間に一言の意見も問いも挟まなかった七兵衛の話が終わると最後に「 受けたまわったご苦労だったと言っただけである屈辱と不安に苛なまれながら七兵衛は家に戻り初めて妻に半十郎のことを打ち明けたのである藁にもすがりたい気持ちになっていた高江は大柄で熱い胸を持つ女である話しながら七兵衛は妻の胸を盗み見た 久しく触れていないかさだかな胸がその時ほど親し,しいものに見えたことはなかっただが高江の反応は冷たいものだった「そのような大事なことをなぜ今まで黙っておられたのですか」さすような声でそう言いさらに七兵衛を見据えるようにしてこう言ったのだ。 ご自分のことはご自分で始末をつけなさいましその始末がつくまで私は里に帰らせてもらいます無論自分で始末をつけるともと七兵衛は思っただがそう思った途端に焼けるような焦燥に心をつかまれていたあと十日余りだ道場に行こうと七兵衛は思った 十年も足踏みしていない道場である行ってどうなるというものでもなかったが焦燥がそこに行くことを思いつかせたようだったせわしなく汗をふきながら七兵衛は脇目も振らず貸しの道を道場がある山伏工事の方に急いだ道場の入り口に立ったまま 七兵衛は呆然と稽古の模様を眺めた踏み込みの足音激しく打ち合う竹刀の音打ち込みのおめき声そういう物音が混然とした熱気となって押し寄せてくるのに圧倒されている竹刀を振るっているのは十四五から二十歳過ぎまでの若者ばかりだった 皇帝らしいやや年長の者が45人稽古をつけていたがそれも七兵衛が顔も知らない男たちだった誰も七兵衛を振り向かなかった道場主の稲毛宗近の姿を目で探したがいなかった老齢の稲毛は近頃は道場に出ていないのかもしれなかった母屋に顔を出して挨拶だけして帰るか 七兵衛が気弱くそう思ったとき、横の方から、小鹿のおじさまと呼びかけた者がいた。振り向くと、鉢巻きを閉め、手にしないように握った娘が立っていた。朝黒く凛々しい顔立ちで、男のように袴をつけているが、それは、四人のうってのうちの一人、志賀又左衛門の次女、雫だった。 静野は顔面に滴るほど汗を浮かべているおうお静かと七兵衛は言った数年前になるが又左衛門がこの子に無名流を手ほどきしてくれと言って静野を七兵衛の家に連れてきたことがある又左衛門は三人の子供が女ばかりで常々そのことを残念がっていたが 次女の静野がしきりに堅実に興味を示すので見込みがあるようなら山伏工事の稲毛道場に入門させたいというのだった「崇卿なことを言う」と七兵衛はその時思ったのだがともかく手ほどきすることを引き受けたといっても道場があるわけではないので晴れた日に庭で型をつけただけだったが 静野は飲み込みが早く動きもよかった静野が通ってきたのは一年ほどだったろう七兵衛は見込みがありそうだから入門させたらどうかと又左衛門に言い稲毛に当てて添え状を書いたのである又左衛門から時折噂は聞いていたが七兵衛はその後静野に会うことはなかった数年前の 手足のか細い少女は背も伸び稽古着の下に胸の膨らみが目立つ娘になっていたが朝黒く引き締まった顔に昔の面影を残していた随分背が伸びたのうと七兵衛は言ったいくつになったかのう十七です静野ははにかんで答えたうん するとそろそろ嫁に行かねばならんの父もそのようなことを言いますがまだ早うございます稽古が面白いのかはいやっと少し分かりかけてきましたからおしずどうだ七兵衛は思いついていった一本そなたに稽古をつけてもらおうか稽古をつけるなんて 静野はパッと顔をあからめたが「ほんとにお願いできますか?」と言った七兵衛がうなずくと静野は市内を取りに道場の奥の方に走っていった道場をのぞいては見たものの七兵衛は若い者の熱気に圧倒されて中に入っていく勇気はなかったのであるかつてこの道場で筆頭を占めた見学も 老いを迎えてはこのざまかと思ったのだがしずのがいるなら久しぶりに竹刀を握ってみようかと思い立ったのだだがもらった竹刀を握って向かい合うと無残なことになったしずのは上達していて流れるように肩をさばいたが七兵衛はそれに合わせているうちにたちまち顔面に冷や汗が流れるのを感じた 口の中が渇き目がくらんだ待った手を上げて静野の,の動きを止めると七兵衛は道場の武者窓まで歩きその下にうずくまった「他年酒ばかりくらい竹刀一本握らなかった報いがこれだ」と思いながら七兵衛は口を開けてあえいだどうなさいましたおじ様 のぞき込んだしずのが驚いた声を立てた「し」「騒ぐな」と七兵衛は言った「飯を食っとらんのだ」ああ「まあどうして水を持ってきてくれんかおしず」しずのが走り去ると七兵衛ははめ板に背を持たせかけてあぐらをかいた胸が驚くほど早い動悸を打っている道場の中のものは 幸いにその小さな出来事に気づいていないらしかった激しい気合打ち合うしないと足音が絶え間なく続いているその物音が壁一つ隔たったところから響いてくるように遠く聞こえるのを感じながら七兵衛は気味悪く高ぶる心音に耳を澄ませていたとんだ恥さらしだと思ったここにうずくまっているのが、 この道場の元筆頭の皇帝だと知ったら、みんなはあざけり笑うだろう。高江が愛想を尽かしたのも無理ない。おじさま、はい、お水。静野が戻ってきて、どんぶりに入れた水を差し出した。七兵衛は息もつかずその水を飲み干した。すると、胸の轟きが次第に収まっていくようだった。 どうしてご飯を召し上がらなかったのですか。高江が実家に戻って飯を作るものがおらん。いや朝飯は炊いて食ったが昼飯をうっかりした。おばさまはどうしてお戻りになったのですか。おじさまを一人にして。喧嘩をしたのだ。おしずが稽古に来た頃もよく喧嘩しておったのを見たろうが。 おじさまかわいそう」としずのが言った七兵衛が顔を上げるとしずのが目に涙をいっぱいにためてこちらを見ていた「ふむこの小娘にわれまれるほど今の俺は惨めに見えるらしい」と七兵衛は思っただが飯のことはしずのを驚かせないための口実だった 確かに昼飯は食っていないがこのすさまじい疲労は飯のせいではない自分で思っていたより以上に体が衰えているのだ絶望が七兵衛の胸をわしづかみにした鵜飼半十郎はあと10日もすればこちらに来るその時が小鹿七兵衛の生涯の終わりということか 役持ちの家を頼み回ったがあてにはなるまい道場に来てみればこのざまだ七兵衛はゆっくり立ち上がったしずのが心配そうに寄り添ってきた大丈夫ですか何もう大丈夫だ心配そうなしずの顔に無理に笑いを返した時七兵衛の頭の中に閃光のようなものがはためいた そうか。まだ諦めるのは早いな。あの男たちを忘れておった。おしず。と、七兵衛は言った。久しく会っておらんが、また座は変わりないか。はい。父も年寄りましたが、相変わらず頑固にしております。しずのも、やっと安心したらしく、笑顔を見せた。そろそろ下城する時刻じゃな。 寄り道して又座の顔を見て帰るかでも早くお戻りになってお食事を召し上がりませんと静野はさっきの七兵衛の様子によほど驚いたらしく眉をひそめてそう言ったそれとも私の家にお寄りになるのでしたら母にそう言って何か食べさせてもらってはいかがでしょうか七兵衛は笑った。 しりり元気を取り戻していた何ちょっとだけ顔を見によるだけだ心配はいらんわしを見てくれ七兵衛の話が終わった後長い間沈黙してから顔を上げた志賀又左衛門が言った「この俺を見ろ」又左衛門はもう一度言った。 もはや年寄りだ。市内など久しく握っておらん。もう五年若かったらな、七兵衛。貴様に女性を壊れるまでもない。話が聞こえたら、何はさておき、刀を掴んで駆けつけるところだ。だが、体は動かぬ。女性などとはおこがましい。足手まといになるだけよ。 七兵衛は又左衛門を見た又左衛門は長身で痩せている髪は半ば白く変わりおびただしいシワが顔面を埋めていたそういえば又左衛門は四つ五つ年上のはずだったと七兵衛は改めて思い出していたやはり無理か友達がいもないやつと蔑むかもしれんがまず無理だ 役には立てない。それに今上の娘に縁組の話が進んでおる七兵衛は膝を起こした又左衛門のように豪気で知られた男でもやはり我が身が可愛いいかと思ったが立場が変われば俺も同じことを言うかもしれぬとも思った七兵衛が立ち上がると 万左衛門は門の外まで送って出た日が落ちていたが外はまだ明るく道には日に温められた生ぬるい空気がよどんでいた七兵衛はひとけなく静まり返っている屋敷町の道に目をやってから万左衛門を振り向いた土橋と八木はどうかの助けてはくれんかな 土橋は病気で伏せていいると聞いた矢木甚平は不審組の外勤めに変わってから会っておらんどうかわからんな土橋金之助と矢木甚平も鵜飼左衛太を討ち果たしに行った時の仲間であるあの時金之助は二22甚平はわずか二十歳精妙な剣で知られていたが若かった二人は まだあの頃の件を覚えているだろうか二人に会ってみるかどうかわからん一晩考えてみよう歩き出してから七兵衛は思い出していったさっき道場に寄ったらおしずにあったぞいつの間にかいい娘になり寄った又左衛門は答えなかった 暗い目でじっと七兵衛を見つめている背を向けて今度は振り向かずに七兵衛は歩いた又左衛門が自分を責める目でまだこちらを見送っているのを感じる住む家がある小袋町まで来た時辺りは黄昏てすれ違う人の顔も見分け難くなっていた 七兵衛は重い足取りで小さな門をくぐったがそこで呆然と立ち止まった家の中から火の色が漏れている高江が戻ってきたのだそばにいてつらい思いをするのはまっぴらですと冷たいことを言って出て行ったがうん <laughs> やはり夫婦ださすがに心配になって戻ってきたらしいそう思って 七兵衛は大股に庭を横切っただが物音に気づいて出てきたのは妻ではなく静野だったいやお静七兵衛はあっけに取られていったここで何をしておる差し出がましいこととは存じましたがお留守の間にお夜食を用意しておりましたほう た。津野は台所仕事が好きで七兵衛に剣の手ほどきを受けた子供の頃も稽古が終わると台所に入り込んで高江を手伝っていたことを思い出したのである茶の間はきれいに掃除されていて日よけのそばにはタバコ盆とキセルがそろえてある台所から香ばしい味噌汁の香りが流れてくるのを嗅ぎながら 七兵衛は一服つけた。家の中はやはり女がいなくてはどうにもならんものだなぁと七兵衛はぼんやり考えた束の間七兵衛は差し迫っている避難を忘れてその先のことに心を奪われたようであるおしずは台所が好きだったからの今も母子を手伝っておるかはい。 いい嫁になれよう答えはなく名を刻む音が響いてきたそれともわしの家の養子に来るかいい向こうを探してやるぞなんでござりますかしずのが茶の間に顔を出したこの家の子にならんかと申したのだしずのは曖昧な笑顔を見せてまた台所に引っ込んだ うん、いい気の話をしておる七兵衛は反省した今はそれどころではあるまいに七兵衛はそう思いながら静野のような小娘にまで頼りたがっている自分を感じて無然とした次の日下城するその足で七兵衛は土橋金之助と 平を訪ねたしかし金之助は又左衛門が言った通り床についていた陣を患っているという金之助の青黒くむくんだ顔を眺め見舞いを述べただけで七兵衛は土橋家を出た残るは八木仁平一人だったその仁平は七兵衛の話を聞くと快諾した いかにも女性つかまつろう半十郎が申すことは逆恨みそれがしとしても見過ごしはできぬことでござる外勤めのために迅平の顔は真っ黒だったしかし皮膚にはハリがあり小姉はキビキビしている体も機敏そうだった又左衛門はもう五つ若ければと言ったが 平はまだその若さを残していたありがたいこれで助かったと七兵衛は言った胸の奥底から安堵の息が漏れて出る孤立無縁のままもぎ道な言い分を受けねばならぬかと思ったが最後に味方が現れたわけだそう思った時若い女が部屋に入ってきて 八木の家内でございますと挨拶した茶を勧めて出ていく後ろ姿が初う々いういしかった年は二十歳ぐらいだろう今の方がお手前の嫁かさようまだ若いようだがいつめとられたさよう祝言を済ませたのはふた月ほど前でござるふた月前 七兵衛は呆然と迅平の顔を見た八木迅平は変わり者だという噂が城中にあったどこが変わっているのかうってに選ばれて一月ほど旅を共にしただけで普段は組も違い付き合いがない七兵衛にはわからなかったがなるほどこういうことかと思った迅平は35にして新妻をめとったのであるしかも わずか月前にった長い陳しのあとで七兵衛は腕組みを解いた「果たし合いは生死をかける場所であるこの男をその場所に引き出すことは許されまい迅平のためにも何も知らぬ新妻のためにも七兵衛は迅平と呼びかけたせっかくだがさっきの話は取り消しにしてくれぬか」 何者かに背を押されるようにして七兵衛は夜の街を急ぎ足に歩いたこれで決まりだと思っていたつまりは一人で引き受けるしかない話だったのに無駄なあがきをしたという気がした半十郎が果たし合いを申し込んできたら受けせめて恥ずかしくない立ち合いをしよう生死は問うところではない その気持ちが次第に固まってくるようだった貸しの道に出たところで七兵衛は足取りを緩めたうるんだような暖かく湿った焼きの中に人が動いているどこかに夜市でも立ったかそれとももう夜桜を見る季節になったのかと七兵衛は少なくない人の群れが一方に動いていくのに目を配った ろうそく橋のたもとを通り過ぎたところで七兵衛はふと立ち止まった人の流れの中にしずの顔を見つけたのであるずのには連れがいたがそれが若い武士だった武士は前を歩き静野は一歩遅れていたが二人は連れだったおそらく連れ立って夜桜見物にでも行った帰りだろう 橋田本の定夜塔の光で静野を振り向いた武士が何か話しかけたのが見えたが二人の後ろ姿はやがて闇の中に消えていったふむ七兵衛は歩き出しながら苦笑したひょっとしたら静野は今夜あたりも飯を作りに来てくれるかもしれないと虫のいい期待を抱いていたが昨日のことは 若い娘の一時の干渉に過ぎなかったらしいと思っただがそれはそれで一層さわさわしたような気もしたよしんは「果たし合いに敗れたとしてもと」と家に戻って湯漬けを書き込み木刀を握って暗い庭に降りながら七兵衛は思った子もいなければ子も投げかぬ妻も投げかぬ 上司の増川も三井八五右衛門も俺が死んだと聞いても格別嘆くわけではあるまい又左衛門と静野は一時哀れと思ってくれるかもしれぬが二人とも間もなく忘れるだろう裸足の足を地面に配ると七兵衛は木刀を八想に構えた鵜飼左兵衛太の売ってに決まった時 師匠の稲毛宗親が一夜鼻向けにある秘剣を伝授した金屋宿の切り合いにも使わずその後誇りをかぶったままになっている「残月」と名付けるその被験を七兵衛は思い出そうとしていた「残月は一撃の剣である一撃に全てをかけるこの剣が今の自分にわずかに活路をもたらすかもしれないと七兵衛は思っていた」 闇の中に描いた敵との対峙は長かった。およそ四半時、三十分も過ぎた頃、七兵衛は初めて無声の木剣を振り下ろした。そして足を戻すと、また無言の長い対峙に戻った。五軒川の上流に、夏は湿地になる原野がある。そこに着くと、小鹿七兵衛は、 下げてきた風呂敷包みを解き中から出したわらじたすき鉢巻きを身につけた身支度が終わると入念に目くぎを調べたそれだけであとはやることがなかった七兵衛は今歩いてきた貸しの方を眺めたが鵜飼半十郎の姿はまだ見えなかったもっともクれむつ午後6時という時刻には 少し早かった日はまだ丘の上にあった野遊びのものも帰ったらしくがらんとした原野の所々に群生する草花が咲いていて日差しはその上に斜めに差し掛けていた町ははるか下流の方に横に長く青黒い帯のようにかすんでいる 半十郎がこの場所を果たし合いに選んだのはなぜだろうかといぶかしかったが来てみるとこの辺りは半十郎が子供の頃遊んだ場所かもしれないという気がしたそれにしても狂気の沙汰だと七兵衛は果たし状を受け取った時のことを思い出していた藩主の帰国は2日遅れて到着したのはおとといの夕刻だった その騒ぎがまだ収まらない昨日の昼過ぎに鵜飼半十郎は早くもし状を届けてきたのであるその男が抱いている恨みのいちずさが伝わってきた筋違いの恨みだがこの一途な激しい思い込みを遮ることは誰にもできまいという気がしたし状の中で半十郎は矢野家老の許しを得て この事情を申し送ると断っていた予想をした通りだったが帰国するとすぐに過労に掛け合ったらしい半十郎の執念が短い文面の中からによってきたとっくに諦めたことだったが七兵衛はこう手早く運ばれてはそばからの口出しは間に合わなかったろうと改めて思ったのである。 下流の詞にぽつりと黒い人影が現れた同時に七兵衛は町外れの永住院の自傷が鳴る音を耳にした人影はみるみる近づいてきた半十郎だと七兵衛は思いもう一度刀を抜き上げると目くぎをなめて湿りをくれたその男はおよそ10軒の距離まで来てようやく足取りを緩め立ち止まった 送信の背のたい男だった頬骨が突き出た鋭く痩せた顔をしている小鹿七兵衛かそうだよく来た立ち会ってもらうぞ無体な申し入れだが果たし状を突きつけられては受けぬわけにもいかぬ無体か何かは知らぬ半十郎は羽織を脱ぎ捨てながら 凄みのある笑いを浮かべただが恨みは恨みじゃその恨みは晴らす半十郎は無造作に刀を抜いたずかずかと歩いてきたが数軒の距離まで来てピタリと足を止めた七兵衛が刀を抜き放って八艘に構えたのを見たのである半十郎は正眼に構えていたが寸分の隙もなかった 長身の体が半分ほどに縮んで剣の背後に隠れたように見えるなるほど強敵だと七兵衛は思った闇夜の庭に思い描いた敵よりもさらに優れた腕を持つ相手のように思われた少しずつ半十郎が間合いを詰めてくるのを七兵衛は微動もせずに見守ったが既に口の中はカラカラに乾いていた 残月の危険はどこまでも待ち敵の動きの中に現れた隙に向かって一撃を放つ守りの剣だったその様態を稲毛宗近は七兵衛に「根もやらぬ目にこそ浮かべ暁の空かと見れば白き月なり」というどうかで示したのであるひたひたと押し寄せ切りかける敵の剣の中に隙が現れるのを 根もやらず待つのが残月だっただがそれには相手の間合いを見切る修練が身についていなければ切られる七兵衛がその修練を捨ててから久しかったかわしても切られるだろうその恐怖が七兵衛の甲中から唾を奪っている音もなく半十郎がすり寄ってきたと思うと 凄まじい剣が胴に来た七兵衛はかわしたが腕をかすられた鋭い剣だったが七兵衛の見切りがつたなかったせいでもある間を置かず半十郎は今度は肩を打ってきた体をひねってかわしたが浅く肩を切られた半十郎の剣が音もなく手元から伸びるたびに七兵衛は少しずつ切られた 七兵衛は口を開けてあえいだただ発想の件だけは構えを崩さなかった半十郎の動きは俊敏で鋭い一撃を繰り出した後に体の崩れが残らなかった一撃の打ち込みが次の打ち込みを誘い出してくるようにさえ見える隙は全くなかった不意に半十郎は数歩後ろに下がった かすかな笑いがその痩せた顔をかすめたのを七兵衛は見たおよそ七兵衛の力量を読み切りとどめの一撃に移ろうとしていることが明らかだった見つめながら七兵衛は大きく胸をあえがせた息は喉に引っかかってぜいぜいと音を立てた半十郎が新しく足場を探っているその時七兵衛は 半のの後方に異様なものを見た人が走ってくる女だったたすき鉢巻きを締め手に怪犬を握った女が走ってくる折しも丘の陰に落ちようとしている赤い火が目をつり上げて走ってくる女の顔を夜舎のように浮かび上がらせた「来てはならん!」七兵衛は思わず絶叫した「走ってくる女は」 ただった七兵衛が叫ぶのとほとんど同時に半十郎も背後から迫る者の気配に気づいたようだったちらと振り向いた不要意な一別だった白き月が現れたのを七兵衛は見たうなりを上げて発想からの剣が振り下ろされた半十郎が帰国するまで毎夜明け方まで修練した一撃が 半十郎の首の付け根を正確に打っていた声もなく半十郎の体が仰向けに跳ね上がりついで音を立てて地面に倒れたとどめを刺すゆとりもなく七兵衛は膝をついた刀にすがって激しくあえいだ高江が駆け寄ってきた大丈夫ですかお前様 高江はひざまずいて七兵衛の肩に手をかけ顔をのぞき込んだここで果たし合いをなさるとついさっき聞いたのですご無事でよかった高江は不意にくしゃくしゃに顔をゆがめると泣きだしたいーっとべそをかいた口になり涙を流しながら高江は七兵衛の顔から目を離さなかったその顔を見返しながら 父兵衛はまだ物も言えず犬のように口を開けてあえいでいる。 今回の朗読はいかがでしたかそれではまた次回お楽しみに